地下側面走ってるけどね、なかなかすごいよ、それは。チカちゃん。その能力はすごいね。いや。どんな能力なの、あのチカは。よし。まあ、なんか夜の感じがリアルになったな、これ。ちょっとここで、一夜を明かしましょう。OK。さあ、着きました。こちらで新しい武器を拾って、その先に洞窟があるはずなのでね、いつもの感じだと。そこに行って中の様子を見て、今回のアップデートを、確認を一回終了しましょう。で、その次に上がるのが、おそらくマルチで建築を始めると。それがマルチでちゃんとセーブができれば、まあ、やり続けたいんですけどもね。それで、難しいだろうな。どうなるんだろう。ちゃんとそれでいけばいいけど。テニスボールだ、ほれ。取れ。キャッチャーみたいだな、あいつ。キャッチャーだな、多分。キャッチャー。いくぞ。私はピッチャーを目指そうとしてんだ。ほら、キャッチしろ、ちゃんと。そこ。逃げるんじゃない。キャッチャーが逃げたらもう野球ならんだろう。 まあ、やつらに野球という言葉は通用しないけどな。どんだけ集まっとんじゃこいつは。よし、弓矢を作るためにね。ここは集めといた方が良さそうですね。ここで湧くポイントだな、これ。 OK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 。 これで弓矢を大量に作っておきましょう。セムテック爆弾を作ってと。これをセム、粘着質の爆弾をセムテックというのは、まあ、コッチユーザー特有だろうと言われてましたけども、確かにそうですね。まあ、今度はくっついてくれること、くっついてくれるんでしょうかね。あ、本当に。セムテックだからくっついてほしいんだけど。よいしょ。気持ちトランクの量が増えたような気もします。まあ、気のせいかもしれませんけどね。だいぶ今んとこゲームとしては安定してるよね。特になんか、面白いことが起きるわけではないよね。ちょっとトラックの量多すぎないか。これ、相変わらずサメは動かせるだけか。ちょっとこれ全部トランク上げてらんないね、これ、さすがにね。この先に洞窟があるので、だいぶここ、いろんな人死んでるね。人ではないとは思うんだけども、半分以上はね。ここにちょっと、枝を取りまして、ちょっと武器を作りましょうか。これね。で、弓矢も一応作っておきましょう。準備 OK。 さあ、この洞窟の中入っていきましょうか。息子がいるかもしれないから。あれ？あら？あれ？いつもここに洞窟あったのに、なくなってる。洞窟の場所が変化してますよ。ってことはですよ、洞窟内部の構造が変わってるってことです、これは。そうなるとですよ、皆さん、息子がいるかもしれません。いや、いるんだけど、本当はいなくちゃおかしいんだけど、これは下手したら、洞窟内部のに息子が佇んでる、捕まってる恐れもあるってことなんだよね。いや、洞窟を探しましょう、今回は。これはなんか面白くなってきたぞ。こんな湖なかったぞ。こんな湖なかったですね、皆さん。見てください、なんかため池みたいな、大きなため池みたいなのができてますね。あ、こんなところに住むのもありだね、次。だって、あそこほら、木があるでしょう。あそこにもしかしたらツリーハウス作れるかもしれませんよ。水の中のツリーハウス。これは面白そうだね。どうだ。いけるかな。ああ、いける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 。あ、ほらほら。ああ、これいいね。ほら。この水の中に作って、水の上に存在するってことになりますからね。
次回これあれだな、建設するときここ探し出して、こういうユニークなところに作っていくのありですね。ちょっと引き続き、洞窟探していきます。原住民の村だな、これ大きめの村に来たね。あ、ちょっと爆弾投げときましょうか、せっかくなんでね。セムテックがくっつくようになったのかな、これこれね。ちょっと一応写メ撮っておいて、これあ、つくようになってる、これはいいぞ、ちゃんとくっつくようになりましたね。いやーいいね、これセムテックの方がいいね、おそらく。これセムテック中心に作っておきましょう。いやーこれ楽しみだなあの地下側面走ってるけどもね、なかなかすごいよそれは。チカちゃんその能力はすごいね。いや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 、どんな能力なのあの鹿は。真下に降りてったよ。不思議な、不思議な動物やな鹿ってのは。まあなんか猫よりあの壁登ったりできる動物だったんですね。ちなみにこちら、山の方の麓に進む別の土地の方に渡ってきました。こちら結構奥まで行けるようになってるみたいですよ。前この辺までだった気がするんですが、行けてますね。あ、こんなとこまで来れた。これ山が近づってますよ、あれあれ結構近くなんじゃない。あら、こんなとこまで来れたの初めてだぞ。おい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 、すごいぞこれ。おお、マジかマジか、そっちの、あ、川越えて行けるかもしれないなこれ。おお、びっくりしたびっくりしたびっくりした、見えない壁みたいのがあるのかと思ったわ。じゃあここら辺にも建築できるってことじゃない。なんか原住民さえいない、すごい寂しい場所になってるけどね。あの動物もいるのかこれ。おお、あ、この先は無理でみたいですね。まあでもこんなとこまでも作られてるっていうことですよ、いつの間にか。お、今ホーリーが見えた。あのファイナルファンタジーでいうフォーリーが見えましたわ。幻覚でしょうか私のフォーリーが見えたんだけど。おいおい、怖い怖い怖い。あれから1時間ほど探したんですが、あの原住民の洞窟が全く見当たりません。もしかしてなくなってる恐れがあるんですが、これちょっと確認するために自殺してみましょう。これであるかないか分かるでしょう。ちょっとやってみましょうか。おかしいね、全然見つからなかったよいしょ、これでどうだ。よし来い来い、よし来い。どうなる。 お、ちょっと待って、懐中電灯懐中電灯、来れましたね。最初からこれで来ればよかったですね。いや洞窟の中やっと来れたな。どれどう変わってるかね。あ、うわー、押しつぶされてるこれ。落石にこんなのまで追加されたか。よし、松明持っていきましょう。息子を見つけるぞ。あ、新しいもの、うわ、新しいもの手に入りましたね。はい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 、まあ歯で強化できてますが、強化できますが、とりあえずこの火炎瓶中心でいきましょう。最強なんでね。危ねえこれ、こんなに鋭い感じになってた。さあ、いや果たして出口あるのか今回のダンジョンに関して。わ、
なんかいつになく静かだよね。気のせいかな。あのフィールド上歩いてる時もなぜかその人と会うことがあまりなかったですね。原住民と、なんだろう、エンカウント率が落ちてんのかな。エンカウントって言うのもおかしな話なんですが、この辺はいつもの通りだね。どんどん深いところに行ってみましょうか。急に出てくるからね。あの、あ、いたね、いたね、第一村人。気づかない。お、あ、いい人みたい、いい人みたい。こんにちは。怖っ怖っ。お酒でもどうです。もうこのアルコール度数がすごく高い。このお酒どうでしょうか、どうでしょうか飲んでおいて。なんかこの、ここ原住民がおとなしくなってるよね。これ息子探すの今のうちかもしれませんぞ。わわ、なんだなんだ、水辺だな、ここ洞窟の中に水辺があるけども、あ、あ、あ、ちょっと待って、今人が、どこだどこだ、今人がいたぞ、ほら、あ、あ、息子じゃなかったね。あ、これおそらくあれでしょう、あのここ登山来た、登山じゃない、あの探検家でしょうね。あ、この奥行けるかね、この奥に行けるかな。行き止まりっぽい感じではありますね。お、お、ちょっと待って、これ庭の中の世界に入れてるんだが、これ大丈夫か、これ岩の中に入れてるぞ岩の中も見れてるな、これ怖いね、いろんな意味で怖いね。おっと、びっくりした、おお、びっくりした、およし、当てた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 、あいつ暴れ馬やな。いや、こういう時のためのセブテック爆弾ですよ。よし、よし、くっついたんじゃない？ちょっと待って待って待って。よし、おいおいおい、ちょっと待って。あの、爆発じゃなくてさ、あの、当たった衝撃で死ぬんじゃないよ、あんた。オッケーオッケー、あいつ。おー、そこに行っちゃうの？弓で行きましょう。あいつあそこにはまってるみたいだね。ちょっとかわいいね。ちょっと待って、見えない見えない、これは見えないな、弓じゃ厳しいな、やっぱ。じゃあやはりこれか、これでポイッと投げときましょう。これで明るい感じでしょ。かわいいな、なんかちょっとな。あ、火炎瓶で一発ですよ、これは。これやったな、これ。これとうとうやったぞ。こいつら弱くなったぞ。で、多分ね、この辺に本当は息子がね、設定されてるはずなんですよ。息子が。あ、息子、太郎、幸男さん待ってっから。あれ、こんなとこ行けなかったぞ、前。帰るぞ、もう。太郎ね、何やってんだろうね、ほんと。ここであれかな、3DS とかやってんのかな、おっちゃんが買ってあげた。外に出れます、これ外じゃない、あった、外があった、よかった。ちょっと待って、斧が触れない、嘘でしょ、斧が触れないんだけど、マジで
マジで言ってんのこれ。あの斧が振れないとかちょっとマジで言ってんのこれ。あ、これ投げれるか。え、斧振れないバグとか勘弁してくれ。よし、弓で来ました。弓で任せろ。いやー、持ってきといてよかった弓。おい、よし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 、オッケー。あー、抜けれた。やっぱりあったんだね、入り口。あー、あったみたいです。そんなわけで今日は無事に脱出できました。息子のことは知りません。今回もいないんじゃないかな。バージョン 0.10 程度じゃいないと思います。そんなわけでご視聴の方ありがとうございました。大した事件もなかったけどね。チャンネル登録は PC からは画面上のアイコンから、そしてお疲れ様です。携帯機器スマホなどの方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。